ッチラインを割りスローインです。ここでフリーキック、堀池さん、このキングファード国際スタジアムの屋根は世界最大規模を誇ります。24本の柱にテフロン加工されたシートがかけられた構造はまるでテントのようですね。はい、日差しがきついですからね。これは選手にも観客にもありがたいですね。このボールは外に出てスローインでの再開となります。ナイスインターセプト、ここは攻撃を抑えました。スローインからゲームは再開です。再びスローインとなります。素晴らしいポジショニングとし、入るか？打ってきましたが大きく外れてしまっています。中盤でボールをカットしました。気は抜けない展開です。サイドからの攻撃へ向かいます。ボールはどちらにこぼれるか。ここでチームの動きが攻撃に切り替わる。うまくボールを奪い相手のプレッシャーを弱めました。素晴らしいヘディングです。決してパワフルというわけではないのですが、落ち着いて冷静に決めますね。堀池さん、そうなんですよ。この場面でこれだけ冷静になれる選手はそういないですよ。うまくボールを奪った。ピルロ、カメニー、体を伸ばしきってゴールを死守。ゴールに襲いかかります。絶好のチャンスか。フィールドの中盤でボールを奪いました。ボールをダッシュ、寄せが早い。前に押し出します。ベネット、ディフェンスに当たった。やっとパンチングで対応。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。
前半終残るは45分、後半戦キックオフです。こぼれました。打ってきた。これは惜しい。キープできませんでした。ボールを奪われています。クリーンなタックル、ボールを奪いました。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ニーマイヤー、どうなる？シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。カメニ、ここはプレーオンです。これはファールです。ベネット、ニーマイヤー、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ここを起点にできるか。つまらないミスでボールを失いました。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。モリス、ボールが中盤でカットされました。カメニ、カ、タックルを受けています。
このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか？ホイッスルが鳴ってファールです。サイドへ、これがスローインになります。試合はゴールキックから再開となります。スタジアムは蜂の巣をつついたような騒ぎです。堀池さん、これ以上応援が激しくなったら怪我人も出てしまいそうですね。はい、実際そういうこともありますね。まあここは南米ですから、まだまだサポーターのボルテージは上がっていきますよ。これはうまいインターセプト、攻撃を断ち切りました。さあスローインでの再開です。ベネット、ここはボールを奪取しました。膠着状態が続いていますが、試合終了まで何が起こるか分かりません。前に出しました。ベネット、鮮やかなディフェンス、落ち着いています。シュート、あ、決まった。同点です。終了間際に同点ゴールが決まりました。決して試合には絶対なんてないということですね。リーマイヤー、危険な位置です。緊張感が増してきます。体を当てて取る、奪った。になりました。イエローもありますか。クロスを出した。ここは押し出します。ホイッスルが吹かれて試合終了となります。最終的に決着がつかなかったということだけが心残りですね、堀池さん。そうですね、どちらもドローで OK という感じではなかったですからね。